NetSurfは独自のレイアウトエンジンを使用するオープンソースのウェブブラウザである。NetSurfは軽量で可搬性が高いことを重視して設計されており、タブ、ブックマーク、ページサムネイルなどの機能を持っている。NetSurfプロジェクトは2002年4月に既存のリスク OS 対応ウェブブラウザの欠陥に関する議論を受けて開始された。プロジェクトの開始当初から自動ビルドされたリスク OS 用バイナリが提供されていた。NetSurfは2004年から2008年の間にドローブ、ローンチパッドのリスク OS アワードで4回、ベストノン、コマーシャルソフトウェアに選出された。NetSurfは MacOS や Unix 系 OS などの主流システムだけでなく、一般的でないプラットフォームや古いシステムでの動作をサポートしている。このブラウザは2011年にテックリパブリックと ZDNet が公開した Linux 用ブラウザのランキングで8位となった。2010年には w3m よりも優れた CLI ブラウザとして取り上げられている。NetSurfのコア部分は ANSI C で書かれており、ほとんどの HTML4 と CSS2.1 の仕様に対応する独自のレイアウトエンジンを用いている。バージョン 2.0 以降のNetSurfは HTML5 仕様に対応した HTML パーサーのハバブを搭載している。GIF、JPEG、PNG、BMP というような一般的なメディア形式に加え、スプライト、ドロー、アートワークスといったリスク OS 固有の形式のファイルのレンダリングが可能である。2007年には開発者のジョン・マルクベルによって JavaScript サポートの追加が提案され、2012年12月にはプレビュー版において初歩的な JavaScript サポートが追加され、その後も対応が続き、2016年2月17日にリリースされたバージョン 3.4 からリリース版でもデュクテープエンジンを用いた JavaScript サポートが使用可能になっている。NetSurfは2002年4月にリスク OS 用のウェブブラウザとして開発された。その後2004年6月に開発とデバッグ工程の改善のために GTK への移植が行われた以降もリスク OS バージョンに存在していた UI 機能を維持している。現在は Ubuntu や NetBSD、OpenBSD などのシステムにパッケージが存在する。以降も開発が続き、最初の安定バージョンがリリースされたのは、開発開始から5年後の2007年5月19日、植木フィールドリスク OS ショーに合わせてのことで、イベントでは、ウェブサイトでの配信と並行して、CD での販売も行われた。NetSurf 1.0 のリリース後は、バグフィックス中心のアップデートが行われ、2007年8月にバージョン 1.1 が、2008年3月にバージョン 1.2 がリリースされた。NetSurfは2008年の Google Summer of Code に参加し、4つのプロジェクトを実行した。これには GTK フロントエンドの改善、ページ付けされた PDF 出力の追加、HTML5 準拠のパースライブラリーハバブの開発が含まれている。2008年8月11日以降に HTML の解析に用いられているハバブはモジュール化され MIT ライセンスで他のプロジェクトで使用できるようになっている。NetSurfは Google Summer of Code 2009にも採択され DOM 管理を司るリベダムの開発や UI の改善を行った。UI 改善作業においてはリスク OS 版にのみ存在していたブックマーク、履歴、クッキー管理、ページ検索機能などの機能の他プラットフォームへの移植がなされた。Windows への移植が開始されたのもこの時である。NetSurfは2010年の自作区には参加していない。マルチプラットフォーム対応を行ったバージョン 2.0 以降は次のようなバージョンアップがなされている。Linux で実行されている GTK、NetSurf、BIOS、HIKEに対応している。GTK を利用するビルドが AmigaOS に対応する。以前は AmigaOS 上の Sygnux による X11 環境にも個別対応していた。2009年1月には AmigaOS と API レベルでの互換性を持つモルフォーズで利用できるようになっている。Windows 版も存在する。2008年9月からフレームバッファへの直接描画に対応しており、GUI ツールキットを使用せずに独自のマウスポインターやスクロールバーなどのウィジェットをレンダリングすることもできる。フレームバッファーフロントエンドは組み込みシステムで Web キオスクを作成するために使用できる。2010年1月には次期リリースでリスク OS 向けのリリースが打ち切りとなる旨がアナウンスされた。中心的な開発者であるジョン・マーク・ベルは当時現実的にはリスク OS 対応を維持する能力のある人々が他のことにかかりきりになっていると語っていた。その後、スティーブ・フライエットがメンテナーとして志願したこともあり2021年1月、現在までリスク OS 対応は続いている。2011年1月から2017年5月までは MacOS X 上のココアフレームワークにも移植されていた。2011年1月からはあたりの16ビット及び32ビットシステム向けのビルドも提供されている。ありがとうございます。